はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、先ほどね、こうアンケートをいろいろ書いていただいたんで、それをもとにちょっといくつか質問させてください。はい、お名前を教えてください。はい、谷口ゆかです。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。27歳です。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。4ヶ月ぐらいやってましたね、はい、上をね、はい、ワイヤーでやってましたと、はい、で、そもそも部分矯正したいなとかしようかなと思ったきっかけを教えてください。はい、うん、もうずっと刃が、小さい頃からずっとあって、なるほど。で、もう本当にずっとコンプレックスだったんですね。それはなんか言われて、誰かに言われて、それともこう自分で友達と見た時に、比較した時に、あれ、なんか場所違うなみたいな。なんか学生の頃はそこまで気になってなかったんですけど、うん、ちょっとやっぱ SNS が、うん、そのやっぱり動くようになってて、友達と一緒に写ってても、あ、なんか自分の歯は友達とはちょっと違うなっていうので、うん、比較してちょっと落ち込んじゃったりとか。なるほど。写真を見返した時にちょっと気になると、はい、そうですね。それがじゃあ最近ここ何年かぐらいで、もうさらに気になる。年齢が上がるにつれてやっぱすごく気になるようになってきました。なるほど。一番最初に気になったのは小学生ぐらいですか？なんかその高校生ぐらいまでは正直自分の個性だと思って、うん、ああ、なるほどなるほどなるほど。そんなに割と比較しなくてもまあいいかなってなったんですけど、そこ、それ以降からなんか徐々に、やっぱ歯並びいい子のが前から見てもやっぱ綺麗だなって思われたりとか。なるほどなるほど。それのもあってってことですね。じゃあその高校とかその辺ぐらいに、いや、矯正で相談とかはしなかったんですか？なんか高校生の時やっぱ経済力なかったんで、お母さんとかに言わなかった。なんかそこまで正直本当に興味がなくて、矯正っていうものに。なるほど。行動を起こすまでには至らなかったんだ。そうですね。じゃあちょっとまあ、そのさらに進学したりして、でもなーみたいな感じで、その時に部分矯正があるって知ってました？正直知らなくて。もう全体のやつだと思ってて。そうですね、全体の。なんか大学生になると逆にワイヤーつけてるのが恥ずかしいって、今度ちょっとそっちになってしまって、ね、やりたいんだけど今度はここつけてんのが嫌だみたいな。嫌だ。そうか。それでじゃあなかなかまた踏み出せずに、うもう卒業までいたり、そう社会人になります、はい、で何年間かして、でなんかその25過ぎたあたりに、はい、自分の将来のことを考えるときに、40代、今20代でやればまだもしかしたら可愛いって言ってもらえるかもしれないけど、40代50代になって、そのやっぱすごく多分その時代に一番後悔するんだろうなって思ったら、今は独身でお金もある今だなって思いたりました。それで調べ、もう一回調べ始めて、 そこで部分矯正があるって知ったって感じですか？最初はそのどうしても見た目が気になるっていうのがどうしてもあって、その、なんていうんですか、もうね、はめるやつなんていうんですか、マウスピース、そう、マウスピースの方でって思ったんですけど、ちょっとそこの歯医者さんでは、あなたの歯では厳しいって言われてしまって、あ、自分がやっぱ矯正できないのかなって諦めちゃってたんです、ね、その時はその全体矯正をマウスピースでやりたくて相談に行ったのかな。そうなんです。あ、なるほど。ちょっと難しいよ、はい、じゃあちょっと断念して、でまたそこでちょっと期間が空いてしまって、もう無理かと思って何ヶ月か空いちゃったんだ。そうです。あ、年、1、2年ぐらい、あ、1年空いてで、やっぱりみたいなのは何かきっかけあったんですか？でもやっぱそのさっきも言った年齢が上がるにつれて、いろいろライフプランの中に、もう私の歯並びは絶対に良くないなって思い返して、お正月あたりに、お正月あたりにね、なるほど、やっぱり、ね、計画立てるからね、はい、それで、そしたらたまたま出てきたんですか、うちが。そうなんです。値段で最初やっぱ調べてて、安いのをピックアップして、 そしたらちょっと引っかかったの。あとその動画で個別で見ていただけるっていうので、はい、ダメでも動画だからいやと思って見てもらったら、直接作るわけでもないし、なんとかしてもらえそうっていうんで、写真撮って送ってみたら
なんとかできそうだよみたいな返事があったと、うん、そうです。なるほど。で実際じゃあ足運んでいただいてって感じじゃないですか、はい、でうち以外にこう実際にこう相談に行ったっていうのは何個かあるんですか。あ、なくてマウスピースのとこでちょっと刺されたのぐさっときて、なるほど、ダメですって言われてた。それ以降はもう歯医者さんに相談に、ね、もう自ら行くっていうのはなくて、はい、でたまたまうちで見つけてこうやり取りして、じゃあ、はい、実際に来てみたと。そうです、ね、なるほど、そういうことだったんですね。そうか、それでいろいろお話をして、はい、まあスタートしたわけなんですけど、うちでやろうと思ったら決めてみたいなのって何ですか。例えばこう一回来たけどやっぱ微妙だったらやらないじゃないですか。なんかやろうってなった決めてみたいなのがあります。その最初は裏側矯正、もしやるならば嫌なら裏側矯正がいいっていうぐらいすごく結構見た目にしまってて、でもなんかホワイトワイヤーあるって話を聞いて、ちょっと自分なりに調べたらそこまで目立たないし、やっぱマスクがあったっていうのも大きいから、この時期ね、まあ流行ってるというかね、時期的なものでね。で、あとは値段と期間で、そこまでその何百万単位でかからないし、期間もその1年、うん、2年かからないでできるっていう、なるほどなるほど。やっぱり時間は重要ですか、うん、重要度的には重要です。特になんか若かったらきっと2年かかってもってよかったかもしれないです。さすがに今から2年は、もう30に近いので、ちょっと30までにはしんどいなってなって、ちょうどいいじゃんみたいな。そうそうそう、もうちょうどマッチしたって感じですかね。そうですね、今しかない。なるほど。でそれでじゃあ、まあやるってなってスタートしたと、はい、でやる前になんか不安だったことってなんか覚えてますか。やっぱりその一番私の矯正の肝はこの刃をどうするかっていう。なるほどなるほど。で、なるほど。でも刃って抜いちゃいけないっていうイメージがすごく強かったんで、大丈夫かなって思ったけど、でも抜いてよかったなって今は思います。ああ、本当ですか。うん、まあそこあの場所にあっても、ね、全体矯正をやるんだったら話は違いますけど、磨きにくいし、口内炎とかどうできたりしました。意外とそこまでできなかった。じゃあいいけど、なんかやっぱ磨きにくさとか、あとは前歯の隣の歯が引っ込んで奥まっちゃってたりしたんで。でまあじゃあこれとでやってみましょうかっていうことで、はい、じゃあそれでいいってね、おっしゃっていただいたんで、はい、まあ、スタートしたと。なるほどですね。じゃあそれ以外は特に不安はなかったか。見栄えですか。見栄えぐらいか、うん、でホワイトワイヤーでできるっていうのは、うん、やっぱコロナの時期が、うん、マスクで、まあ、効果、うん、マスクだからそんなに出歩かない、職場でもそんなに、うん、なるほどなるほど。もう食事以外はほとんどついてるかってことで、うん、はい、なるほど。その辺もまあ良かったっていう感じですよね、うん、そうですね、うん、なるほどね。そうかそうか。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で歯並び、はい、どういうふうに変わりましたか。なんかみんなと同じ土俵に立てたんだ。なるほどなるほどなるほど。いやもう内側から取りたいぐらいですけどね。ピーッと並びましたね。昨日写真撮ったんですけど、うん、やっぱりちょっと一瞬マスク外して撮った時も、うんうん、もうドヤ顔で撮れて、あ、なるほど、もう気にせず気にせず撮れるようになって、なるほど。見てても写真見返してもなんか、うん、まだ撮れてなかったんですけど、うん、装置はねついたものだったけど、すごい今日が楽しみです。あ、なるほど、もう外れるからね。はい、なるほどなるほど、よかったよかった。じゃあ普通にもう写真も気にすることなく撮れると思うし、うん、どうですか、口元隠したりとかしてたのか、昔。そう、ずっと昔で笑うときこんな感じ。手でね、口元鼻が見えないようにしてたんだ。そうそうそう、してたのも、うん、ちょっとあの矯正中はワイヤーに絡みやすいから、うん、自分が気づかないとか絡まってたらどうしようっていう。ああ、なるほどね。今は多分もうしなくても笑えるだろうなっていうのが嬉しいです。気にせず、もうほぼ、はい、気にせず、気にせず自分に自信がついたと、はい、おー、嬉しい。口元隠さなくていいというのは嬉しいと。なるほどね。これはなんかいいですね。
ここのホームページに出会えて運命が変わりました。そういう本当に良かったな、ね、本当に感謝しかないです、じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で気持ちの変化、生活の変化って言ったらやっぱりあれですよね、さっきも今言ってみたいにね、自信がついたっていうのと写真とか、うん、まあそんなもろもろ気持ちが晴れやかになって前向きになったって感じですよね、うん、そうですね。じゃあ前歯の部分矯正やりたいんだけどまだやってない人、うん、どうしようかなって考え中な人、まあ、スマホで調べて、うん、みたいな方にメッセージお願いしたいんですけど、はい、ちょっとそこに書いたんですけど、うん、ちょっと長く書いていただきましたね。はい、ありがとうございます。やっぱりそのどうしても値段とかで悩んでる方は、うん、その10年後にその歯並びでいいかっていうのをちょっと、うんうん、なるほど、やんなかったとしてそのまま10年間その悩んだ状態でどう思うかと、うん、で今ちょっと値段を何十万か払ってすっきりした状態の10年後か、うん、それでどっちがいいかと、うん、そうですね、なるほどなるほど、私は本当にやってよかったし、うんうん、お金のことは今は全く気にしてないので、うんうんうん、本当に1ミリも後悔はないので、そこは気にしない方、気にしなくてもいいのかなって思います。あ、なるほど。その費用に対する、なんていうんですか、元は取れるみたいな感じですか？そうですね。もう本当に。じゃあ本当に良かった。うん、じゃあ迷ってるんだったら、まあ、相談とかでもしてみたらいいんじゃないですか？動画で。うん、言ってもらえると、あ、自分一人の計画を立ててもらえるんだなって嬉しい気持ち。別で撮ってます。そうね。そうか、そうか、そんな感じでね、はい、いや、よかったです、ありがとうございます。じゃあ最後にね、あの前歯の部分矯正上をね4ヶ月ぐらい、まあ、半年かかんなかったですけど、うん、4ヶ月ぐらいねこう動かしてましたけれども、振り返ってみてね、あの前歯の部分矯正、まあ、総合的に考えてもらって、前歯の部分矯正はやってよかったですか？やってよかったです。やってよかったですか？はい、分かりました。質問以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。